ということで、はい、皆さんの目の前に届いておりますが、はい、こちらレガートメニュースペシャルの、昼スペシャルランチボックスになっております。特製カツサンド、ミルフィーユカツを使ったオリジナルカツサンド、ベーコン、オニオン、ほうれん草のキッシュパイ、うん、このキッシュパイっておしゃれだよね。これ開けて取りますか。キッシュね、キッシュパイ、そしてチキンとネギの粒マスタードあえ、うん、スモールカプレーゼ、書いてある通り、うん、でこちらにスープがあるんですが、うん、よいしょ、開くの、開けましょう。はい、で具沢山のミネステール、ミノス、具沢山のミネス、ミネストローネ、ミネスト、ミネストローネ、あ、ミネストローネだ、本当だ、はい、ミネストですね、ミネストローネ。ケイドさん、何から気をつける、まあ、やっぱりなんかこうカプレーゼあたりから行ってみるのがなんかあれですかね、はい、まあ、すぐパンに行っちゃいそうだけど、はい、まあ、ここはちょっと上品に行ってみようかな、まあ、普通はパン行きますよ、僕すぐ、あの、俺も3週間後から行っちゃうからまあちょっと、パンから行っちゃうのみたいな思われるじゃないですか。ちょっとこの人、何、あの、そう、飯食いなんだって思われちゃうじゃないですか、ね、というので、まあ、カプレーゼから行ってみようかなみたいな、はい、どうぞどうぞ。普段は違うけど、どれどれ、はい、ね、バジルと、これ何でしたっけ、プチトマト、違う違う、白いやつ、カプレーゼチーズ、カプレーゼの白いやつチーズね、あ、モッツァレラ、モッツァレ ラ, レラ、うん、あ、カプレーゼですよ。へ、すごい感想としてなんかもうちょっと俺も食べてみて、どうですか。あ、美味しい、美味しいじゃないですか。あのね、大人の味です。素材の味がすごくミニトマトがなんかね、うん、なんかちょっとデザートチックなぐらい甘い、甘い、甘みのあるトマトです。食べて食べて、どうぞ。トマト、え、トマトそんなに、そう、美味しい、いただきますよ、うん、うん、うまいね、ね、甘いでしょ、トマト、トマト美味しいね、めちゃくちゃ美味しいです。トマト、バジルの味とともに、こう三種混合って感じでこう食べて、ごめんなさい、俺もうパンいっちゃいました。お、パンいっちゃいました。あら、まあ、まあですよね。ミルフィーユカツどうですか、ミルフィーユカツ、うん、めっちゃうまいです。うん、これ結構、うわ、すごい行動、あ、ミルフィーユカツなんですね。折れ重なる感じが一瞬ね、そうになってますね。一瞬チキンカツかと思ってたら、フォークでした。ミルフィーユです。これね、めっちゃうまいです、うん、これちょっと分厚いんですけれども、うん、噛み切りやすくなってます、カツの、はい、なるほど、なるほど。食べたことないですよね。どうでしょう、どうぞ、うん、うん、うまい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 。これ見ながら、うん、ケイドさんの曲聴けるんでしょ。あ、まあ、本当に気分悪くならないように頑張ります。だから、あれですよ、リバーブ深めじゃダメですよ。そうですか。これは、あの、温かいスープをつけてます。あ、これね、はい、見た、ナムちゃん、開けて、開けて、開けて、ナムちゃんのやつ開けて。あ、じゃあちょっとこっちで開けてもいいですか。バイーン、もうこの具沢山、すごい、うん、まあ、美容にも良さそうなんです。本当です ね、なんかあの、はい、手作り感がすごい、すごく、うん、どうですか、美容、美容すごく専門であるナムちゃん的にこのミネストローネ、完璧ですよ。女性には多分絶対喜んでもらえるので、うん、で男性にもボリュームがあるお肉、うん、はい、カツですもんね、ええ、はい、と、あとすごいこのキッシュもすごい分厚くって、なんかケーキみたいに分厚いし、すごい食べ応えがあるので男性もすごいあの、うん、お腹いっぱいになってると思います。じゃあこのチキンとネギの粒マスタードへ、美味しかった。あ、もう、もう、ケイドさん食べちゃってる。もう食べちゃった、これ。そんなにね、
あの、まあ、それも優しい味。どう？うわ、うまっ、ね、すごい凝ってますよ。すごいね。いや、なんか、しっかり味は濃いけど、うん、これも辛すぎない。確かにネギの、ちょっと焦がしたネギの味がね。おいしい。やっぱりなんだろう、銀座ってこうなんですね。本当にそう思います。銀座だ、銀座、銀座の味がします。一緒にお酒が進むと思っておりますので、ぜひぜひお酒としてください。だから、ね、よくあるしょっぱくて飲ませるっていうんじゃなくて、ちゃんとお酒の味も感じるような、お酒を凝らさない、いわゆるマリアージュ、マリアージュですね。黙々と食べるみたいな、ね、さて、夜がやってきますよ、はいはい、え、夜か、はい、夜がやってきます。うお、こちら夜、はい、夜メニュー来ました。うわ、すごい。こちらはまた、おお、なんかすごいすごい。直美ちゃんやっぱりなんかプロ。これやっぱりまたなんか夜は夜で、今度はちょっとやっぱお酒が欲しくなりそうな感じの。本当だ、ちょっと一応ね、文字で言ってきますね。自家製スモークチーズといぶりがっこ。お、いぶりがっこ大好き大好き。あとチキンの味噌焼き、うん、うなぎの厚焼き卵、うん、あ、これがね、はい、そしてシーフードサラダ、うん、シーフードサラダ、そしてビーフシチューとミックスチーズ。あ、これビーフシチューが入ってます。もう一口食べようとしてる、はい、イブルガッコがいないかもしれない。あれ、キレイゾーさんのこれイブリガッコが。なるほど、なるほど、なるほどね、緊急事態発生だった、ね、なるほど。いや、この大きいパンみたいなのがエブリガッコかなと思って、これがエブリガッコかとか言ってお店でスモークしてるの。あ、なるほど。おお、すごい。じゃあちょっといただいてみましょうか。いただいてみようよ、いただいてみよう。じゃあいただいてみます。まあまあエブリガッコかな。エブリガッコね。これなんかお肉と一緒に食べた方がいい。ああ、美味しいじゃないですか。うん、うまい。うまい。ご飯党の僕としてはもうご飯くれぐらいの感じになってきました。僕はあれですね、ビールかワインか、ねえ、お店で炙ってるなんてすごいですね。ね、誰か東北の方がいらっしゃるんですか。まあ、おいしい。うん。うん。まあ、いいですよ、スモーキーで。誰かと喧嘩した時にご飯食いながらだと許してもらえる確率高まるじゃないですか。そうですね。いいでしょ。昔高校生の時とか高校卒業したての時の彼女がすごい機嫌悪くて、なんかでも謝らなきゃいけないなって言った時に、美味しいところに連れて行きながら謝るとそういう作戦があったんですね、はい、だからこれひょっとしたらなんかこうリバーミーでも大丈夫かもしれない。そうね、お願いします。すごいのが来ましたよ。すごいの来たね。本当にすごい、うん、そうですね、夜の方が昼よりもはるかにお酒に合うメニューを、うん、ご用意してまして、まあ、メインはもう本当にビーフシチューになってまして、はい、本当にほろっとしっかり煮込んでありますので、もう歯がいらないぐらいの感じです。なるほど、はい、うわ、ケイドさんいっちゃってください。ケイドさん、ね、もう、うわ、本当トロトロだわ、すごい。それこの間 M1 撮った人ですよね。M1 撮った人ですよね。すごい。本当言って言ってなんでしょう。柔らかい。まだどこか。テイロさんも大人だからな。大人だよな。すごいです。うっそーだ。二人ともね、大人だね。やめて、やめて、ほんとだよ。うん、すごか。ねえ。ごめん。飲めます、これ。ああ、箸に抵抗がない。うん、ないもんね。でも、口に入れたらね。なんだ、大げさだからな、二人とも。入らない。
本当だ。もう飲み物みたいになってるね。飲んじゃ、なんかビーフシチューは飲み物。やっと飲めました。やわらかい。何これ。なんだこれ。これはボディが太い赤ワインが飲みたくなる。あ、そうね。飲みますね。メインの店行き。メインの店行き。ブラキですよ。これが。うまっ、うん、飲みたいな。そうですね、お酒が本当によく合うようになってます。これはなんか美味しい日本酒とかでもいいな、うん、これを食べながら曲を聴きながらだと本当に僕らもいい思いが届けられそうな気がします、うん。